勝ち飯。この企画は鹿島市内で対戦相手を食ってやろうという企画である。さあ今日はどんなお料理が出てくるかな。さあというわけで本日はルンギズキッチンさん来ています。それではルンギズキッチンのやちゃんどうぞ。はいどうも、すいません、よろしくお願いします。どうもやちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあようやくのコラボということで、はい、そうですね、ありがとうございますありがとうございます。さあということで今日の勝ち飯、広島戦の勝ち飯は何でしょうか。牡蠣のアヒージョで。牡蠣のアヒージョ、はい、ありがとうございます。それでは早速いただいていきましょう。はい、いただきました。ありがとうございます、はい、さあ来ました、はい、牡蠣のアヒージョでございます。ありがとうございます。そうしましたら、じゃあ牡蠣のアヒージョ。牡蠣のアヒージョ、ありがとうございます、はい、アヒージョって、はい、よく聞くんですけど、どういう意味ですか。アヒージョっていうのは、スペイン語で、はい、ニンニク風味の味ですね。なるほど、味のことさせて、はい、確かにすごいね、ニンニクの香りがすごいんですよ、立ってますね、はい、香りが立ってます。ありがとうございます。さあということでいただいていきたいと思います。はい、お願いします。さあ見てください、このねこの牡蠣でございます。いただいていきます。すいません、いただきます。お願いします。おぉ、効いてる。ニンニク、牡蠣もミルキーですね、はい、よくミルキーだミルキーだと言いますけど、こんだけこうなんか熱い油に熱されちゃうと、ちょっとこう固くなっちゃったりするのかなと思います、うん、しっかり牡蠣の柔らかさを取ったまま、非常に美味しいでございます。そしてもう一つおすすめの食べ方として、こちらね、はい、パンがついているので、こちらパンの方にも乗っけさせていただいて食べさせていただきたいと思います。はい、お願いします。はい、いただきます。うん、これはまた、はい、別にちょっとこう油の加減がマイルドになって、ただパンのやっぱこのね淡白な感じに牡蠣のしっかりした風味がついて、これはもうそうですね、ワインですね、はい、ワインですね。なるほどなるほど、ワインと一緒にいただくと、はいはい、このパンも美味しいんで、このままいただきますけれども、ありがとうございます、はい、さあ3月13日サンフレッチェ広島戦のドニーズキッチンさんの勝ち飯は牡蠣のアヒージョです。ぜひ皆さんよろしくお願いします。お願いします。勝ち飯。はい、というわけで3月13日サンフレッチェ広島戦の勝ち飯、本日はゲタヤさんに来させていただきました。それではゲタヤさんの内野さん登場していただきましょう。お願いします。さあというわけで3月13日サンフレッチェ広島戦のゲタヤさんの勝ち飯は牡蠣フライとナスのカレーライスです。はい、ということで紫色のナスと、サンフレッチェ広島のね、はい、紫色のナスと、はい、広島の名物の牡蠣ということでカレーライスを用意していただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。早速お料理の方お願いしましょう。よろしくお願いします。はい、すいません、ありがとうございます。さあ来ました、ナスの素揚げと牡蠣フライのカレーライス、本日お出しいただきました。ありがとうございます。それではじゃあいただいていきます。いただきます。牡蠣をいただきましょう。カレーと牡蠣ってやっぱ合いますよね。そうだね、あの蕎麦屋さんの本当に外れがない、絶対外れないいただきます。すごいサクサク、これは合いますね。なんかスタミナもつきそう、これはすごい美味しいです。ありがとうございます。さあそしてナスね、サンフレッチェの紫に合わせてナスいただきました。こちらのナスの素揚げの方もいただいていきます。ナス甘くなるんですよね、素揚げすると、はい、これはね、いい、この組み合わせもまたマッチしますよね、野菜と牡蠣とということで、魚介と野菜と、そしてカレーライスとということで、非常に美味しくいただきました。ありがとうございます、うん、さあこちらは今回の限定メニューということで、まあ、とりあえず限定で、あ、はい、ありがとうございます。やらせてもらいます。ありがとうございます。さあということで3月13日サンフレッチェ広島戦の下田屋さんの勝ち飯はナスと牡蠣フライのカレーライスです。はい、ということでございます。皆さんよろしくお願いします。お願いします。勝ち
さあ今回の勝ち飯いかがでしたでしょうか。お店の紹介などは概要欄の方からご覧ください。また鹿島市まだまだ来れないよという方のために、概要欄の方にですね、お店の SNS ですとかホームページですとか紹介しているところがございます。そちらにてお家で作れる、簡単に作れる材料やレシピなどを紹介しておりますので、そちらの方もご覧になっていただいて、みんなで一緒に対戦相手を食っちゃおうという企画でございます。ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。また勝ち飯企画一緒にやりたいよという店舗の皆さん募集しております。ぜひ貸し回りの方に連絡をお願いいたします。対戦相手をモチーフにしたお料理を食べて、鹿島アントラーズの勝利を応援しましょう。勝ち飯。